おっちゃんな、シルコレの馬なんやで、に対する視聴者の反応集。99年、皐月賞1着、ダービー3着、菊花賞2着、有馬記念3着。1年、春天1着、宝塚記念2着、秋天2着、有馬5着。おっちゃんはな、この通りシルコレの馬なんや。シルコレのおっちゃん、皐月と春天取ってるのやばくない？ラクダのおっちゃんなかなか強かったんやな。おっちゃん世紀末は？これだけでも普通に名馬だな。これはこれで愛されてそう。大舞台で掲示板外してないのはようやっとる。これだけで数億稼いでるすごいラクダのおっちゃん。一年有馬も5着には入ってるのやばくない？おっちゃんな。ステイヤーズステークスからの有馬とかいうアホみたいなローテしたんや。おっちゃんの聞くと有馬の間にステイヤーズ S に着入るの意味わからへんで。その後の安城の運命とか考えるとこっちが本来のルートやったんとちゃうかおっちゃん。十分歴史に名を刻んだ名馬やんおっちゃん。適正距離がわからないと言われるやつ。サツキとハルテンで勝って他の距離でも5着以下なしは優秀なオールラウンダーだな。おっちゃん2000年全休しとったんか？その年は偉い強いお馬さんがおってな。名将んとこのとなりたんとこの馬以外は心が折れてしもうたんや。2000年に全勝したお馬さん、おっちゃんとようにとるなぁ。そっくりやわ。2000年の成績は恥ずかしくて書けんのかおっちゃん。まぁ、ちょっと大げさすぎてはずいねんな。2000年は小馬王道全部で2着につけてるすごいお馬さんがおってなぁ。このルートやと怒涛が宝塚記念秋天ジャパンシー有馬1着やで。やっぱこいつもおかしいわ。おっちゃんの2000年成績は小学生が考えた最強の馬みたいな結果やからな。おっちゃんの相棒だった騎手は年間無敗のグランドスラム達成したことあるらしいな。どんなすごい馬に乗ってたんやろな。おっちゃん、俺との JC を忘れたのか。自分誰やっけ、ファンタスティックライトやったっけ。そういや1年の JC2 着が抜けてるな。おっちゃんこう見えても昔はまあまあすごかったんよ。おっちゃん、G1 を2つも勝ってるのは十分すごいんやで謙遜しすぎやわ。中山京都で G1 取れて府中阪神でもそこそこ走れるってすごいやんおっちゃん。おっちゃん全部掲示板ないじゃないか。お金持ちだな。春天宝塚秋天ジャパンシー有馬記念を買った機代の名馬スペシャルウィークです。お父ちゃん帰るべ。スペちゃん、実際グラスいなかったら一足先にグランドスラム達成してるんだよなスペ。スペも惜しかったんだし、生きてるうちにもう何頭か見られるだろうとあの頃は思ってた。その後20年ぐらいおっちゃんの記録目指して挑戦し続けて分かったことやけど、そもそも小馬王道走り切れただけでもすごいわ。おっちゃんの記録にチャレンジして一番惜しいところまで行ったやつ。北さんの盆はよう頑張ったわ。北ちゃんは大阪杯、春天勝ってるのやばいよ。小馬王道全連隊までなら玉ちゃんスペちゃんが成し遂げたんだけどねー。おっちゃんの戦績の話って大抵スペもやべえなからの玉もクロスやべえなって話に波及する。玉は小馬成績が怖すぎる。言われてみるとスペも北さん以上のニアグランドスラムなのになんかその印象なかったな。京都大昇天のせいかな？ステイゴールドのあんちゃんなんかは小馬王道2年続けて走り切っとるんやで。粗暴なのはあかんけど大したもんや。おっちゃんもそうやろがい。競馬ちょっとできるおっちゃん。正直歴代最強言っても文句言われへん成績やないか？グランドスラムは。その話はあかんで。強さ議論があかんのや。けど人間は強さ議論が好きなんや。愚かなことやで。おっちゃん苦手なことなかったんか？風呂とまずい水が嫌いねんな。おっちゃんシャンプーして。おっちゃん初めて見たけどラクダやがな。ラクダが競馬場走ったらあかんでおっちゃん。おっちゃんはサラブレッドやで。シャレたもんやろ。怒涛といいおっちゃんといいレースはすごいのに顔は可愛いね。おっちゃんレース直前までぬぼーっとしてて、レース直後からぬぼーっとしてたらしいやん。おっちゃんもなかなかプリティやろ。おっちゃんな、相棒を待っとるんよ。いつ会いに来るんやろなあいつ。まあ気長に待つわ。おっちゃん最近 YouTube ってのみとるんや。和田裕二の引退競走馬を追うってチャンネルがお気に入りやな。登録、高評価、Twitter のフォローをお願いします。丸貝解禁からの秋春と天皇賞守ったのようやったわおっちゃん。怒涛のやつも抜かしたしおっちゃん勝ったと思ったらな。外から変態が来て抜かされたんや。あん時は驚いたでほんま。丸貝解禁は1年からじゃなかったっけ。それでも春天は勝ってるから偉い。
確か2001年からのはダービーやったはず。秋天自体は2000年からやったと思うで。まあ2000秋天は丸外そこまで目立っとらんから印象薄いのかもしれへんが。いや2000年から2頭は出られるようになった。まず怒涛が出てるじゃん。あかんわ、怒涛が丸外ってのすっかり忘れとったわ。怒涛が丸外ってことよく忘れる。多分名前のせい。怒涛は田舎もんみたいな顔してる。海外と一口に言うても田舎は量産あるからな。怒涛が丸外なのは当時も結構忘れられてたという。そもそも名将さんが丸外を持つイメージがない。次の世代が丸外大活躍するからなんとなくそこから丸外解禁なイメージが出るんやな。おっちゃんの99割まほぼ着さなく3着だからすごいよね。ステイヤーズ F 使わなければ、と思ってしまう。今は強いやつはみんな海外行きよるからな。なおさらおっちゃんの記録は無理やで。注文多いとか繊細とかノウハウないとかつてがないとか理由はいっぱいあるけど。やっぱ一度ヨーロッパの芝でも見てみたかったよおっちゃん。おっちゃんが当時世話なっとったところは海外のことなんかさっぱり考えるのも無理な立場やったからな。そういうたまたまもあったんや。おっちゃん2000年休んだのもったいないな。やべえやついて間近で見れたかもしれないのに。おっちゃん京都記念から始めるのも大概おかしいし、秋初戦に京都大昇天をえげつない勝ち方するのひどいよ。おっちゃんな。引退レースでもいつものスパートかけたんやけどあかんわ。まったく追いつけんのよ。ジャパンカップであれだけの走りしたらしゃあないわおっちゃん。おっちゃん頼もしい後輩たちに任されて安心して世代交代できたわ。力を出し切って戦い切ったおっちゃん大好きだぜ。おっちゃんの記録現代の賞金換算にしたら10億超えとったわ。化け物やんけ。無事これ名馬ってやつやな。年々賞金インフレが進む競馬界で現代換算しなくても10年近く獲得賞金歴第1位を保持してるからな。おっちゃんよく家から脱走しとったんやろ。関係者ヒヤヒヤやでこんなん。おっちゃんな昔は人気なかったけど今はそこそこ人気みたいでな嬉しい限りや。ラッキーチンバって呼ばれてたこともあるんやで。ホームで迎え撃った形だけどファンタスティックライトに勝ってるのが地味な扱いというかあまり語られないおっちゃん。有馬の印象が強すぎてその他のレースが影薄くなってる気はする。お前と怒涛のせいでファンタスティックライトが当時よくわからない扱いされたんだぞ。ファンタスティックライトって文獣破ってたんか知らんかったわおっちゃん。来てみ来てみ。ほら吹きラクダのおっちゃんがまたなんか言うとるで。おっちゃん勝った負けたはあんまり言わずに有馬記念の話だけしてそう。それで近所の子供たちは嘘つきおじさん呼ばわりしてそう。